聖母大学は東京都新宿区下落合4丁目16番11号に本部を置いていた日本の私立大学である。2004年に設置され、2014年に廃止された。大学の略称は聖母大。カトリック教会の女子修道会であるマリアの宣教者フランシスコ修道会によって創設された。上智大学総合人間科学部看護学科の前身。 聖母病院、道路を挟んだ反対側にある2011年4月、聖母大学の設置者であった学校法人聖母学園は、同じカトリック系列の学校法人上智学院と合併し、解散した。聖母大学も上智大学に九州合併されることが決まり、同年度以降の学部、大学院募集を停止した。同年4月には、大学敷地、施設を受け継ぐ形で、 上治大学総合人間科学部看護学科及び大学院総合人間科学研究科看護専攻が開設され、聖母大学は最後に入学した2010年度生が全員卒業する2014年3月での廃止が決定。2014年3月30日、最後の卒業生を送り出すとともに閉学式を実施。4月10日、文部科学省に廃止認可申請を届けで、 6月30日に認可された。学校法人聖母学園と学校法人上智学院との合併に関わる学生の転籍について学校法人上智学院2011年8月11日閲覧学域修了証書授与式並びに閉学式を行いました。聖母大学2014年3月20日聖母大学の廃止について 上智大学2014年7月7日閲覧。ありがとうございます。